1番、2番、3番、4番、5番、6番の進入です。予選最終日開催4日目オープニング戦、スタートしました。3号艇の魚谷、5号艇これは少し突っ込んだ状態でありますが、3号艇の魚谷がマークできる。4号艇、5号艇あたり切り込んでいってバックへ入ったが、ただ今のスタートは問題があるようです。残念ながら5号艇の重成和人選手はフライング、5に関する投票権は全て返還されます。1番、2番、6番、4番、3番、5番の進入です。スタートしました。センターからアウトに抵抗タイミング6号艇、今日は少し勢いある6号艇、中岩一周の1マークマクリギル、4号艇乗ってくる、村岡の差し切り、バックへ入った。おっと1番6番絡んだ状態から6号艇の赤岩選手アクシデントか。前提スタートは正常、なお残念ながら接触があり6号艇の赤岩選手が転覆のアクシデント。1番2番3番4番、5番、6番スタートしました。6号艇坪井がトップタイミング、3号艇、2号艇、2号艇じゅわっと出てくる2号艇の上野慎之介、1号艇ブロック艇が浮かんだ、3号艇の流れで5号艇つんざく、寺田翔一頭取り勝負、寺田翔1号艇の重成とボートを並べて5号艇の寺田翔、3番手2号艇僅差の上野慎之介、前提スタート正常です。5号艇の寺田翔1頭取りもいる、2号艇の上野慎之介食い込む、1号艇思い切って回して2番手の1号艇の重成優勢であります。最内ポカッと4号艇切り込む白井英二、2号艇センターの上野慎之介との混戦状態は4号艇インコースの白井英二が2号艇の上野を捉えてきています。6号艇インへ切り返す坪井康晴、2号艇つけ回る、手前でサイド切いた、4号艇切り込んだ、技の応酬鋭いが2号艇の上野のつけ回り、上野慎之介現在は伊手真犯リードを取りますが、4号艇の白井英二がまた追いかける、6号艇の坪井も食らいつく、低段から5号艇の寺田翔と1号艇の重成和人、3番手4号艇の脇を2号艇切り込んで上野、ホーム構成書いたが6号艇の坪井は座り込んで交代し、おっと4号艇2号艇絡んだアクシデント、2号艇上野、3号艇の宮野原もよく避けたが残念ながらホームコースアクシデントがありました。最後のバックコースへ 5-1-4 の体型でクリア、なお残念ながら2号艇の上野慎之介少し絡む場面がありまして、残念ながらアクシデント失格に敗れます。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。インから1号艇センターで3号艇4号艇とわずかに好スタート、4号艇じわり覗きはしますが1周1マーク、3号艇が先にまくっていった、1号艇応戦できない、流れて包まれて内を捉えて4号艇6号艇でバックストレッチ、さあまくった差したのトップ争い、3号艇矢橋に迫って並んで内からへさきをかけたスリット裏で4号艇樋口、中枠勢のトップ争いに2艇で3番手には6号艇井川、スタートは正常でした。1周にマーク、内から先手が4号艇樋口、続いて落としてくる6号艇井川とその間を3号艇刺して矢橋でありますが、おっといって2マークのところでアクシデント、ホーム側に戻ってトップに立ったのは4号艇樋口、2番手3号艇矢橋、3番手6号艇井川で早々上位 3.436 と抜け出して、これからレースは2周目の1マーク、トップで4号艇の樋口、続いて内から3号艇迫る矢橋に3番手は単独6号艇井川でバックストレッチです。1号艇人気を背負っていました吉本レオは1周の2マーク、ホーム側でアクシデント失格となってしまいまして、1番3番2番4番5番6番です。スタートしました。ばらけたスタートになって2コースから3号艇外に手は5号艇6号艇好スタート、1周の1マーク、さあ伸び返した1号艇先前の藤谷、4号艇岸本のつけまい、内をついては3号艇6号艇あたりでおっといってアクシデントもあって、バック側では先頭角からまくって4号艇岸本トップ、2番手に6号艇木村、3番手内から3号艇西島、外に1号艇藤田控えて、スタートは正常でした。1周にマーク3号艇をつけていった西島を握り込んでかわす4号艇、内をついては6号艇でホーム側です。2号艇の斉藤敦は1周の1マークでアクシデントにより失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インからトップスタートは1号艇人気の西島義則、イーストチマークに各店向かっていく、逃げる体勢です。1号店の西島、外行った3号店荒井、懐ついてきた2番4番5番は前が塞がってしまいました。バック側に入ってイン速攻、先頭は1号店人気の西島義則、今リード4点進で3号店荒井が2番手、その後ろは内に4番外に2番の3着争い、スタートは正常でした。2マークトップで1号店、続いて3号店、3着争い、4号店が先に回ってサス2号店、へさきは少し浮いて懐から5号店もやってきた。さあ3着争い、5号店も加わって内から5番、2番、4番と3艇が横に並んでレースは2周目、先頭は1人旅安全圏、1号艇西島、2番手3号艇荒井が優勢、その後ろ混戦ですが4号艇が潜り込んでいく、包んでいく、2号艇でバック側に入りました。さあ上位の2艇、1番と3番は候補に少し水をあけてきましたが、3着争いは混戦続いています。一歩前は2号艇岩崎、内から4号艇中村がへさきをかけてアウトコース差がなく、5号艇佐々木が控えていまして、これから2周の2マーク、最内から4号艇が先取り、差し返す2号艇ボートが跳ねて、その後ろから5号艇が旋回しホーム側に帰り、混戦からわずかに4号艇中村が出てきて、体験は1番3番4番でレースは最終周回。先頭はトップスタート決めて逃げました1号艇西島、2番手は3号艇荒井、そして混戦の3着争いから前にいる4号艇の中村が先に回って、その後2号艇ですが届かず、3番手は4号艇中村、さあ1艇アクセントがありました。5号艇の佐々木和信ですが1マーク出たところでアクセント失格となってしまいました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました1コース1号艇大神、さあ十分このスリットであれば先に回る体勢という形になりますが、ちょっとここは5号艇4号艇とアクシデントでしょうか。さあ132あるいは123かというところですが、スタートは全艇正常でした。5号艇高橋出行は妨害のため失格です。5号艇高橋出行は妨害のため失格です。そして4号艇山崎が落水失格、4号艇山崎が落水失格です。2番6番3番1番4番5番です。スタートまで2秒1秒、スタートしました第6レース、2号艇と6号艇が好スタートです。さあ1周1マークに向かっていきます。まずは2号艇の小田がインから回っていく、3号艇の芦沢がまくる、6号艇の野永瀬が狂いと旋回です。2号艇の小田武史が先頭、スタートは全艇正常でした。2号艇の小田がトップ、そして3号艇の芦沢が2番手、3番手は6号艇の野永瀬です。1周2マーク、2号艇の小田がトップクリア、3号艇の芦沢が2番手握ってまくってきまして、6号艇の野永瀬が差し込んでくる、ここは3号艇の芦沢2番手ですが2艇審査で6号艇の野永瀬が追走、レースは2周目に入っています。2周1マーク、トップは2号艇の小田、そして3号艇の芦沢が2番手、ここは大きく振り込んでアクシデント模様です。3号艇はアクシデント、6番の野永瀬が2番手、そして4号艇の木山が3番手です。なお3号艇の芦沢望む転覆失格、3号艇芦沢望む転覆失格。1番2番3番4番5番6番スタートしました。2コースからは2号艇の三原、センター3コースは3号艇の村上、1周1マークですが2コースから2号艇の三原が1マークを先制、4号艇の岸本まくり出していきますが後方ではアクシデント、2艇にアクシデントとなっています。バック側へ立ち上がっていますがスタートは正常、スタートは全艇正常でした。1周2マークを折り返して各選手がホームストレッチ側へ帰りますが、ここでお知らせいたします。6号艇の斉藤は妨害失格、6番の斉藤は縦への構想を妨害したため失格となります。また5号艇の永田は転覆失格、5番永田は転覆により失格となりました。一般戦第6レースが始まりました。なおこのレースは2号艇の永田圭司選手、前半レース不詳のため欠場となっています。3番4番5番1番6番です。スタートしました。センター3コース5号艇の中山ですが、これはちょっと早いタイミング、1周1マークへ向かっていますが、現在スタートは判定中、スタートは判定中、お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。バック外入っていますが、ファンの皆様にお知らせです。このレースはフライングがありました。5号艇の中山選手はフライング返還欠場、5番の中山はフライング返還欠場です。従いまして5番に関する投票券すべて払い戻し返還、お手元の船券は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番スタートしました。センター3、4コースがわずかにスリット先行しました。1周1マークへ向かっていきます。インコースからは1号艇桐本もまずは1マークを先制、3号艇の堀本がまくり差しを狙って、内側からは2号艇の片岡、最内を通っては4号艇の中村が前を追っていますが、バックスレッジ中間地点、さあ2号艇の片岡が1号艇の桐本を捉えていますが、その内側からは4号艇の中村上がっていきまして、さあトップ争いは混戦、スタートは前艇正常2マークですが、2号艇の片岡少し流れていきました。直線コース内を通って1号艇の桐本、さらには4号艇の中村、レースは2周目に入っていきます。その後方は5番3番並走で、後ろは6番の高田、そして最後方2号艇の片岡は止まっています。1周目第1ターンマークを各選手が旋回していきますが、ここでお知らせいたします。2号艇の片岡選手はエンスト失格となりました。2番の片岡エンスト失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4コース5コースがスリット先行しました。4コースからは4号艇の堀本、1周1マークへ向かっていきますが、インコース1号艇武田、4コースから4番の堀本がまくっていきますが、ここはアクシデント、バックスレッジへ入っていきました。各選手がバックの中間地点を通過していきますが、スタートは前艇正常、スタートは前艇正常、1周2マークに向かっていきます。現在は3号艇の瀬能が先頭で2マークを旋回していきます。なおここでお知らせいたします。4号艇の堀本選手は転覆失格、4番の堀本は転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番の進入です。3つ目の準優勝戦11レーススタートしました。内側艇が交代にビャッと揃った桐生と白井、まずはコーナー制圧の1号艇の桐生純平、2号艇外の攻撃ブロック、2号艇続く2号艇白井エージバックへ入った。なお残念ながら1艇アクシデントがあった模様であります。前艇スターター正常、残念ながら5号艇の寺田翔選手がテンプルが先頭。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第8レース予選競争1秒前スタートしました。さてまず注目メンバー2番3番4番のいいスタートが一瞬の1幕へ、まずおっと2番が大きく振り込みました。これに4番も接触、ちょっとアクシデントがありました。6番も少し絡んだか。現在上位体系が1番3番5番、1番大町、3番吉川、5番の福本です。このレースアクシデントがありまして、まず2号艇の大賀選手が妨害失格となっています。そして4号艇の森貞選手が転覆失格です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。好スタートを決めたのはインコース1号艇の岡、ダッシュからは5号艇の松尾ですが、先手を取るのは1号艇の岡優信です。2コースから2号艇の佐竹が刺した。3号艇攻めていくのは田中伸一郎、内をつくのは4号艇の赤坂、バックへ入ります。後方1艇アクシデントは6号艇でしょうか。スタートは正常でした。お知らせいたします。6号艇坂東満が失格、6号艇の坂東が失格ということになっています。さあ間もなく満潮時刻を迎えます。潮の高い競争水面、開催2日目のボートレース宮島はキュースポプレゼンツヘビー級王決定戦。今風はごくごく緩やかにホームの追い風気味に渡っています。カードは第3レース、対戦メンバーは1号艇村田智也、2号艇宇場義経、3号艇田添康介、5号艇坂本正義、6号艇吉本レオ、以上5名の戦いです。なお4号艇増取勇樹は病気のため欠場となっております。1番2番4番5番6番です。スタートしました。わずかに2コースあたり2号艇肘屋が覗いていますが、スタートしてからはダッシュ分5号艇の立つ間も覗く一周1マーク、逃げる1号艇に4号艇つけまい、2号艇5号艇と共に差してのバックストレッチはどうだ、持たしたか1号艇中村祐介、差して迫るのは2号艇の肘屋、肘屋のへさきがかかったスリット裏、さらに内から外へ持ち出していく3番手5号艇立つまでスタートは正常でした。1周2マーク2号艇1号艇ガリガリやり合って1号艇抑え込む、2号艇が小回りしてその間をスパッと待ってましたの5号艇は辰馬光弘、おっと今2号艇6号艇が2マークのところでもつれて止まっています。さあ先頭に立っているのは5号艇辰馬、2番手1号艇中村で、3番手は4号艇武田の514、今2艇がまだ止まったままの2周の 2マークあたりです。2号艇の肘谷克樹、そして6号艇田頭虎近、この2人は失格となりました。1番2番3番4番5番6番スタートしました。外枠勢5、6コースの2人好発進、内側4人ややスタート劣勢もその後は伸び返していきます。4コース角から飛び出す4番の松田を上村がブロック、この間に1番の門馬は逃げて、おっと4番の松田のリーキに後方はアクシデントが発生しております。なおこのスタートは前提正常なスタートでした。先頭は1番の門馬優太で1周2マークの旋回です。2番手は差し返して2番の上村純一が浮上しております。なおこのレース4番松田転覆のため失格、4番松田1周1マーク転覆のため失格となっております。本番はピット離れ4号艇の荒川健太が抑え込まれて市川哲也が1つ打ち、そしてこのカード5号艇に上艇予定でした高岡光選手が全レース負傷のため欠場、返還での5走立て、1番2番3番4番6番5番の進入です。スタートしました2号艇、トップタイミング1番4番ダッシュが効いていますが、1号艇の原田幸也まずはコーナー先手を取る2号艇の池田浩二、外の攻撃ブロックしながら察して3号艇外いった、4号艇脇をつく森田、バックへ入った1号艇押し切り成功、1号艇の原田幸也、2番手争い4号艇脇をシャープに4号艇の森田俊介、アウト2号艇の池田浩二、インコースから5号艇の魚谷狭間を捉えた、魚谷智之4号艇の森田俊介つけてまう、2号艇また外いった2号艇池田浩二、おっと5号艇2号艇コツンと6号艇切り込んだ坪井、ホーム構成帰ったが定段から1番4番原田幸也と森田俊介6号艇ジャンプアップで6号艇の坪井、5号艇2号艇ちょっぴり絡んで5号艇の魚田に潜り込んだ、6号艇幅を取って坪井、おっと5号艇キャビって6号艇乗り上げた、ヒヤッとするアクシデント、2号艇の池田浩二3番手逆転、14蓋の体型に変わっています。6号艇の坪井に乗り上げる格好アンラッキー、3号艇の近江、なお残念ながら5号艇の魚谷選手が妨害、絡みつきながら6号艇坪井、そして3号艇の近江、この両選手も失格に敗れます。2番1番3番4番6番5番スタートしました2号艇の井口がトップタイミング、センターから3番4番ショット警戒に松井白井、2号艇の井口が張って逃げる、3号艇まくり出して4号艇思い切り、おっと1号艇手が浮かんだ、3番4番絡んでいる2号艇、ここは押し切り成功、力強く2号艇の井口義則、残念ながら1艇転覆のアクシデントか、前提スタート正常、前提スターター正常、なお4号艇の白井英二選手が転覆アクシデント、1番2番3番ダッシュ4番6番5番第1レーススタートしました。まず内寄りの船1番3番1番奥田3番の新田がいいスタートが1周の1幕、インから押し切る1番の奥田誠です。奥田がまずは先頭を立ちました。あとは2番手争いが早くもここは3番2番さらに4番と接戦模様です。外の3番の新田が判定心一定心ほどリード、内から2番4番も伸びてまいります。まだここは3者接戦、2番手争いが焦点、スタートは正常でした。1番の奥田からおっとここでアクシデントです。2点3点もつれております。現在上位体系が1番3番5番です。スタートは正常で2周回目に入っております。1周の2マークでアクシデントがありました。レースはまもなく2周の1マークからバックです。上位3艇現在1番3番5番です。まず2号艇の伊藤選手が妨害失格と判定されております。まもなく2周の第2ターンマークです。そして6号艇の桑原選手がエンスト失格となりました。1番2番3番ダッシュ4番6番5番第3レース予選競争スタートしました。ダッシュ勢ですがただいまのスタート審議中です。対象は5号艇6号艇ただいまのスタートはフライングがありました。ただいまのスタートはフライングがありました。フライング変換は5号艇松山選手6番大賀選手です。5番6番フライング変換です。5番6番に関します船券は返還となります。お手元の船券お確かめの上大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース3コース6コースコースあとは1号艇3号艇6号艇です。一周の1マークインから主導機に来る1号艇の勝浦をまくった3号艇の横や展開ついては2号艇の尾崎と4号艇安藤が旋回後方5号艇にアクシデント発生となりました。先頭3号艇の横や2番手争いは1号艇4号接戦に絡んでくる6号艇竹下一種類コーナーの旋回スタートは正常でした。2番手先行は4号艇の安藤差し返す1号艇の勝浦握った2号艇6号艇と競り合ってホーム側です。先頭は3号艇の横や2番手さばいて1号艇の勝浦3番手4号艇の安藤で上体計314でレースは2周目と映っております。ここは自己艇レスキューを避けての旋回となります。3号艇の横谷1号艇の勝浦4号艇の安藤上位台計314。ここでお知らせいたします。5号艇の川崎誠二1周1マークにおきまして転覆のため失格となりまして、1番2番3番4番5番6番でスタートしました。わずかにセンター勢あたりがスタートしてから好スタート3号艇4号艇覗いています。1周1マークさあそれでも1号艇先前2号艇が差して待って間を狙うのは3号艇2番差しから V 際4号艇岩井でバックスレッジでありますが、さあ1号艇前を締めてグイカワに迫るのはすぐ後ろ3号艇吉本と4号艇の岩井。スタートは正常でした。一瞬2マークに向かってさあ1号艇抑え込んで1号艇の井川がトップ旋回その懐を狙って4号艇岩井の差し後ろ握って3号艇内からは5号艇もやってきておっととっとっと1マークで6号艇にアクシデントがあった。さあトップ争い接戦ですが前を締めて1号艇井川がしのぐすぐ後ろ迫って4号艇は岩井3番手争い5番3番並んで2周目の1マークさあ1号艇井川の懐さして4号艇岩井の差しは入れずバックストレッチ。6号艇の重富優也は1周2マークでアクシデント失格となっております。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースと3コース岸本と中村好スタートを決めて3号艇が寄せていくまくりに来た3号艇1号艇受け止めきれずに懐空いた4番2番6番と殺到しバック側に入りますが、さあここは展開突き抜けた4号艇の田添が先頭に出ました。3艇進リードです。そして2号艇西川が2番手その後ろは5号艇が3番手優勢も差がなく6番と3番スタートは正常2マークトップで4号艇続いていく2号艇潜り込む6号艇包んでいく5号艇に懐ついてきた3号艇中村ホーム側に帰りまして先頭はここで一気にリード4号艇田添康介そして今3号艇中村の外側に2号艇西川差がなく5号艇と6号艇も控えていまして2番手大混戦です。2周の1マーク3号艇が2号艇を牽制して回ったその後ろ6号艇を回して V 際ついて5号艇ですが、ここは3号艇中村が前に出てきまして、ここで上位の2艇は4番3番その後ろですが外から2番6番5番と3艇は固まった状態で3着争い2号艇の西川がわずかに優勢でこれから2周の2マーク2号艇が先行握り込んでいく6号艇くるっと5号艇が運んできますが、3番手は2号艇西川4番手が6号艇坂本5番手が5号艇田頭最後方が1号艇岸本です。現在上位の体勢は4番3番2番これから3周の1マーク3号艇の中村が2番手旋回そして2番が6番を抑え込んで回っていきバック側に抜けて上位の体系は4番3番2番です。しかし直線コース離れません。4番手から詰めてくるのは6号艇坂本正義。2番と6番の低間隔、僅差となってきました。ラストターンマーク、トップは4号艇田添康介、2番手は3号艇中村祐介、そして2号艇の西川がきっちり守って、台形は4番3番2番後方で1手アクセント、先頭4番ゴールイン、3番2番ゴールイン、6番ゴールイン、ラストで1番ゴールイン。5号艇の高倉虎近は失格となっております。1号レース第8レーススタートが切られました。まずは1周1マークへ向かう先行争いとなっていますが、スタートは判定中となっています。スタートは判定中となっています。ご注意ください。バックストレッチへ出ました各選手ですが、スタートは判定中となっています。フライングありました。6号艇田代フライング、6号艇田代フライング返還欠場。6番に関する投票権すべて払い戻し返還。お手元の投票権大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2コース2番の島田松のスタートを切ります。1コース少し伸び返す1番の橋原イン先前に持ち込んでいく。2コース2番の島田がまくっていく。まくりがこれは決まりました。まくり切って2番の島田先頭、1番の橋原のうち伸びてきたのは4番だから2番ラスに持ち込んでいます。スタートは前提正常でした。2番手並びました。インコース4番中田、アウトコースは1番の橋原、その後ろインコースを狙って3番の八須、2マークの旋回外を回った4番の中田、3番の八須のプレッシャー振り切りました。2番手はここで4番の中田が抜け出します。3番手は1番の橋原刺して、ここは3番の八須と並んできました。後ろの方では6番の金子は大きく遅れています。2周1マークの旋回、先頭2番の島田独走、2番手が4番の八須、3番手はここはインコース1番の橋原、アウトコース3番八須、接戦が続きます。インコースわずかにこの辺りでは1番の橋原抜け出して、今度は2番手に差を詰めてきました。2番手4番中田の後ろ2手審査、1番の橋原2周2マークの旋回、内から積み寄りましてホームストレッチへ、アウトコース4番の中田、なんとかここでは踏みとどまっています。その後ろ3番の八須はやや離れての4番手、3、4番手は差が3手審と開いてきました。レースは最終周回です。変わらず先頭2番の島田独走、最後の1マーク、さあ2番手切り返す1番の橋原、しかし4番の中田は振り切りました。最後のバックストレッチ、変わらず2番手は4番中田、リードは3艇身、1番の橋原3番手、その後ろは4艇身と差がついて3番の八須は4番手を追走、最終ターンマークの旋回です。2番の島田人気に応える競争、2番手4番中田、3番手は1番の橋原、3連単の2番4番1番 16.9 倍です。先頭2番島田合輪、4番中田合輪、1番橋原合輪、3番八須合輪、5番浜崎合輪、そして6番の金子は最後方大きく遅れた展開です。やや不調でしょうか。6番の金子が最終ターンマーク、これから移るところです。なお6番の金子は不完走のため失格でございます。6番の金子は不完走のため失格でございます。大変お待たせいたしました。予選競争第2レースの開始です。なおこの第2レースですが、1号艇で登場予定でした池永選手病気のため欠場となりました。5選手の対戦です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2位1番の田村、そして3コース3番中野がいいスタートで1マークへと向かっていきます。1番田村が逃げていきまして、3番の中野、さらには4番福来とまくた、おっとっと振り込んで転覆は4番福来です。バックに入っていきまして、1番田村が先頭、差がない2番手には2番の横澤、3番手争いですが5番の花と内側には6番の島で、この2人が並んでいます。なおスタートは前提正常でした。そして4番の福来、4番福来は転覆失格となっています。インコースから1番2番3番4番5番6番です。予選競争第8レース、スタートしました。4、5コース、富樫と倉田、この2人コーススタート、2、3コース少しへこんでいる。それでも先に回る1号艇の樋口、2号艇北津が引いていく。小野聖奈が握って待って、5号艇が握りながら間へ打ちところ、4番6番差してバックへ入っていきました。先頭争いですが、1号艇の樋口の内側から5号艇倉田育美がやってくる。3番手内側から外へと勝っていく。4号艇に小野が続いて、おっと2号艇、狭いところ挟まれてアクシデント。スタートは正常でした。先頭争いですが、5号艇倉田の外を待って1号艇の樋口、内をついてきたのは4号艇の富樫玲香でホームへ帰っています。先頭は5号艇の倉田、そして2番手争いは1番と4番、樋口が外、内に富樫です。後方2艇が3番6番と続いて、5艇が2周目に入りました。お知らせです。2号艇北津杏奈が失格となりました。1番2番3番6番アウト、4番5番です。4レーススタートします。1コース2コース5コース3点コース、アタウト5コース、じわっと伸ばして絞って5号艇の当たり目が2コースで止まったが、それでも握る1号艇、うわっとこれ抵抗気味にいった。間を割って5号艇、おっとっと後方では水しぶきが上がっております。なおこのスタートは前提正常なスタートでした。お知らせいたします。4号艇の渡辺、転覆のため失格です。1番2番3番6番4番5番です。スタートしました。3号艇の島田、4号艇吉島、6号艇桂林、いいスタートを切っています。一周一幕、まずはインから先生、1号艇のミーショなんですが、内から2号艇の中山と外は3号艇の島田です。1号艇のミーショにアクシデントがありました。3号艇の島田が2艇身のリードを取って先頭、2番手2号艇の中山に内から6号艇の桂林が続きます。なおスタートは正常でした。1周2マークに入ります。3号艇の島田が旋回、握っていく2号艇の中山に内から6号艇の桂林、先頭3号艇島田、2番手は2号艇の中山が一定身優勢、その後ろ6号艇の桂林が3番手で続きます。なお1周1マークにおいて1号艇ミーショ高春、転覆のため失格となっています。1番2番3番プラス4番6番5番でスタートしました。2号艇の豊田アウトコースで6号艇の南のいいスタート、1周1マーク、1号艇野沢が逃げる、4号艇の岡部まくりに行きます。2号艇豊田の差し、さらには3号艇のカナダ、間から6号艇の高山最内、5号艇の高山、6号艇の南の外、4号艇の岡部です。バックスレッジ先頭は抜けて1号艇野沢、2番手3番手争い技、4艇5艇3号艇のカナダ、2号艇の豊田、6号艇の南の握っていきます。内からは5号艇の高山、4号艇の岡部、ホーム直線コース、2号艇の豊田が2番手はちょっとリードなくなってきたか。3号艇のカナダが1艇身から2艇身差の3番手、直後4号艇の岡部、さらには外は6号艇の南の内は5号艇の高いまで混戦模様。2周1マーク、3号艇のカナダ、2号艇の豊田が内、外は6号艇の南の握ってくれ。バックストレッチ、3号艇のカナダが2番手優勢も、2号艇の豊田が内から伸ばし、2号艇の豊田、3号艇のカナダが2番手争い、4艇身から5艇身差、内は4号艇の岡部、外は6号艇の南の最後方5号艇の高山。2周2マークからホーム直線コース、先頭1号艇の野沢、3号艇のカナダと2号艇の豊田は2番手争いです。その後ろは6号艇の南の内側、4号艇の岡部は4艇身から5艇身差、最終周回1マーク、1号艇の座が人気に応えて先頭、そしておっと6号艇の南のバランス崩して、さらには4号艇の岡部もアクシデント、最終周回1マーク付近で2艇にアクシデントがありました。バックストレッチ、1号艇の座、そして3号艇のカナダ、2号艇の豊田、そして5号艇の高山が4番手最後方ということになります。最終周回1マーク付近にて2艇にアクシデントがありました。最後のホーム直線コースに戻ってきて、間もなくゴールを迎えます。先頭は1番野沢ゴリ、3番カナダ、2番豊田ゴリ、5番高山ゴリ。なお4号艇の岡部は落水失格、6号艇の南野は転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。人気の1号艇渡辺武郎がスリット、5艇、さあもう2コース2号艇溝口がすでにまくっているような状況ですが、2号艇の溝口がまくり先制、そして懐差すのは3号艇土井、あとは1号艇渡辺もまれて交代、5番4番そして後方6番、さあここは2号艇溝口のまくり差した3号艇土井の首位争いですが、2号艇溝口が抑えています。なおスタートは前艇正常でした。2号艇の溝口がトップ、2番手3号艇の土井、3番手は4号艇今地が先に回る、そして5号艇柴田方の差し、あるいは6番1番相次いで旋回も中から5号艇柴田一歩優勢の235、2番3番5番レースは2周目です。2号艇溝口トップ、2番手3号艇土井、3番手は5号艇柴田が一歩優勢。ただうちには6番外4番と3番手争いあまり差がない中で6号艇の花本が潜り込んでさあ前に出ました。3番手は逆転6号艇の花本で236、2番3番6番です。そして後方は5番4番が競り合いであまり差がなく最後方1番。現状は236、2周にマーク2号艇溝口トップ、2番3号艇土井、3番手が6号艇花本、2番3番6番236、後続は依然競り合いで154があまり差がなく追走。レースは最終周回、スリット先行2コースからまくった2号艇溝口トップ、そして差した3号艇土井が2番手、3番手道中6号艇花本浮上も541とあまり差がなく追走。3番手争いですが6号艇花本にアクシデントです。6号艇花本アクシデント、さあ3番手は1号艇5号艇4号艇の争いとなるか。5号艇柴田は妨害のため失格です。5号艇柴田は妨害のため失格です。そして6号艇花本が転覆失格となっております。1番2番3番5番6番4番です。スタートしてきました。2コース2号艇向田、わずかながらトップスタートですが1コース1号艇佐藤、十分先に回る体勢を築いてきます。そして外行く3号艇の石川、まくり出して6号艇畑、あとは内から254ですがここはインから押し切ったか1号艇の佐藤です。2番手争いは接近戦ですが外に6番3番内からは2番5番とやってきて少し離れ最後方4番スタートは前艇正常でした。さばき合いの2番手争い2号艇向田が先に回る3号艇の石川、思い切って外を攻める懐は6号艇畑の差し、あるいは後方4番5番ですが2番手争いはさあ2艇少し抜け出しての2号艇向田と3号艇石川の両者となるか。後方を離れて654西一番へ向かいます。1号艇佐藤トップ、2番手また3号艇石川外を攻めますが内から応戦、2号艇向田が船を残しております。2番手判定心一定心と優勢なのは2号艇の向田祐希、3番手が3号艇石川亮で現状は123、後続が離れて6番5番4番2周2マークです。1号艇佐藤俊介トップで2周2マークの旋回、2番手は2号艇向田祐希、3番手が3号艇の石川亮、上位3艇変わらず123、1番2番3番レースは最終周回です。1号艇佐藤俊介人気に応えてここは逃げています。2番手は2号艇の向田祐希、3番手3号艇石川亮、1番2番3番最終1マーク、1号艇2号艇そして3号艇の順、上位3艇変わらず123、最後の向こう上面です。あと1艇5号艇の布施島アクシデント、5号艇布施島がアクシデントです。5号艇布施島は転覆のため失格となっています。予選突破6コース6号艇折下で枠なり3対3からスタートしていきました。これは早いスタートが見られます。ただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。先頭に立ったのは1号艇の岩田です。なおお知らせいたします。2番角山はフライング変換欠場です。2番角山はフライング変換欠場です。2番に関する投票券はすべて払い戻しいたします。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。6コース6号艇小川二北で進入固定スタートしていきました。1コース1番そして4コース角から4番と若干スタートは先行気味でした。1枠まずは1号艇の白井が運んでいきます。3号艇の隙から外を攻めた動きは流れてしまって差した2号艇の加藤も2番手までです。先頭早くも1号艇の白井が抜けます。3艇身相手2号艇の加藤智弘、その後2艇審査は3号艇の隙柄で1周2マークを迎えました。スタートは前艇正常、2マーク1号艇の白井がクリア、続いて運んだのは3号艇の隙柄、それを回して差してと2号艇が先行、1艇アクシデント起こりましたが上位の体型は1番2番3番の順でレースは2周目と移っています。なお6号艇の小川は1周2マークにおいて落水のため失格です。6番小川落水のため失格となっています。